緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。先ほどの地震により大津波警報が出されております。Ha!
やべえ。車止まって。地震からおよそ1時間が経った午後4時前、渋滞で車が止まった時だった。画面左から津波に流される数台の車が、被害の情報などは分かりませんけれども、今度は後ろからも津波が押し寄せる。車に津波が到達したわずか10秒後、室賀さんの車が徐々に前に押され始める。そして25秒後には車は完全に浮き上がり、制御を失い漂い始める。この時室賀さんはまだ車内に留まっていた。室賀さんの車は前方の黒いワゴン車に近づく。ワゴン車の中には男性の姿が。この衝突の直後、逃げることを考え窓を開けたという。津波が押し寄せる場合は一緒に油なども押し流されて、このように水に覆われるのですが、画面手前の瓦礫や車が右方向にゆっくりと流れる一方で、画面奥ではものすごいスピードでトラックが左方向に流されていく。衝突したワゴン車の中にいた男性が車の上に避難しているのも見える。そしてゆっくりと向きを変える車。するとカメラは建物の合間から押し寄せる激しい流れを捉えた。車の中では別の場所で起きた津波の被害を伝える放送が。現在時刻は4時になったところです。波が今ビニールハウスや住宅を飲み込んでいくところです。この時室賀さんは車内でいつ車から脱出するか考え続けていたという。津波という土砂の塊となって流れてくる状況です。この場合はこの木造の民家では落ちされてしまった。そして流され始めてからおよそ4分、車は吸い寄せられるように流れの速い水流に巻き込まれた。上下に大きく揺さぶられる車。目の前では別の車が流れに揉まれていた。回転を始めた車は室賀さんを乗せたまま津波に流され続ける。そして津波遭遇からおよそ4分半、we'll be right back.
ここも危ないですけど逃げようがありません。はい、もうダメだ。いやいやダメだわ、全部ダメ。他の機体来てもどうにもなりません。空港全部ダメです。はい、電柱がなぎ倒されました。これ尋常じゃない数の家が流れてる。わあ、高さはなんだから、うわぁ、何メートルなんで。みんな大丈夫？プレハブ動いてるよ。家が流されてます。